はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエスト6やっていこうかなと思うんですが、トルッカにね、来てます。はい、ここでね、ストーリーとは関係ないですが、ちょっとイベントの方をね、こなしたいなということでやっていこうかなと思います。まあ、ここ一回主人公来てますからね。ちょっと待ってよ。蝶々のね、家を探したいんですよね。ここ OK か。アイテムとか OK でしたね。蝶々の家はどこやろ。あー、これか。これですね。よし、OKOK。イベント進んでますね。はい、やっていきましょう。どうしたベス、怪しい奴が現れたのか。貴様たちか。私の可愛いエリザをさらよったのは。さあ、エリザを返せ。言ってますね。うん。どうした？話聞きましょうか。実は娘のエリザが何者かにさらわれてしまったのだ。しばらく開けてやっと帰ってきたと思ったら娘の姿が見えない。うん。お前の娘は預かった。5000ゴールド持ってこいか。お利口さんですね。見れよ、お姉さんやな。井戸に持ってこいって言ったよね。とりあえずいいんかな。いいえ。うん。行ってみましょうかね。もう大丈夫やったかな。来たーって言ってましたよね。こっちか。はい、まあちょっとね、進めてみますか。あ、おるね。話しかけてみましょうかね。ちょっと長こっち入ってみっか。あ、おらんね。はい、じゃあ話しかけてみます。うん、どうした？あんたちは、まさか十日町の使いの者か。はい。うん、こいつらあれですよね。主人公がさ、一回来た時にね、なんか話してましたよね。こそこそね。お、娘無事か。この赤い髪のさ、ほら、これ、おるじゃん。あっこ。ライフコット。ね、ライフコットにもさ、いるじゃないですか。村長の娘。かわいい設定やね。うん。バレた。しょうがないじゃん。3800ゴールしか持ってなかったんだから。うん。やっちまおうぜ。もうやっちまおう。うん。だからもう話してもさ、解決できんのだから。やっちまおうぜ、もうこうなったら。とりあえず、これでいこうか。いや、ちょっと待てよ。結構強いな、こいつ。強いですね。まあ、とりあえず守備下げますね。思ったよりダメージ通らなかったですね。はい、混乱聞きましたね。あ、40か。結構下がるね。うん、もっと下げようか、じゃあ。で、まあ、ホイミーかな。はい。これでいきましょう。まあ、一人はね、混乱させてるので、
6はね、これがいいんですよ。この混乱使っとけばね、これ星のかけらですね、途中で手に入るんですが、これを使っとけばね、とりあえず序盤は戦いやすいですよね。オッケー、よし。今混乱解けたので、もう一回使っときます。スモックの方かな。はい、混乱しましたね。たださ、ミレイより速いってなかなか速いね。素早くないこいつ。特技ホイミ、はい、これでいきましょう。うん、結構強くない？スモック、オッケー。とりあえず混乱しましたね。でホイミで回復して、うん、まあ暇なんでスカラでもしときますか。オッケー、さあいけ。おー、まだやね。力を貯めているか、危ないね。ちょっととりあえずミレイユかけとこうか。34、結構受けましたね。てかサクッとね、終わるかなと思ったら意外と長かったんでね、ちょっとスカラとかね使うことにしました結構強かったわ。ダメージね、かなり与えてますからね。まだかこれ。オッケー、もう大丈夫かな。あとは、ルカにこいつにもかけた方がいいかな。かけときましょうかね。25。まあ、結構下がるね。もう一回かけておきます。よし、OK。すぐ混乱よ。まあ、とりあえず、ミレイは攻撃よりこっちの方がいいですね。はい。行きましょう。よしよしよし、どうしていいかわからない戦いの最中に。しかも混乱も解けてましたからね。 OK、 いいですね。薬草を使うだけかこいつ。まあそれだったらね、まあ、星のかけらで混乱させてもあれですね。まあ、どっちかで、我に返っちゃいますね。はい。まあまあいいでしょう。825の経験値。HP12 も上がりましたね。うん。この経験値もさ、意外と嬉しいね。リレミトを覚えた。嬉しい。さあ、ミレイもう一つ上がりましたね。宝箱、いらん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 。そんな捨ててこパンツはいらんわ。今のやつやろ、履いとったの。兄貴、痛えよ。畜生、覚えてやがれ。うん、よし、よかったよかった。大丈夫か。肩代わりしてくれたのだな。これね、はいにしないとお金もらえんよね、確かね。はい。よし、来たぞ。よし、これでとりあえず OK かな。これ確か、トルッカへ戻ってみる？これ確か EA にして、ゴールド払えなかったじゃないですか。なので、EA にしたらね、なんか他にもらえたような気するんやけどな。何やったかな。でも、ゴールドもらっておいた方が良かったはず、これは。まあ、この時点ね、の5000ゴールドはさ、かなりでかいじゃないですか。5000ゴールドあれば、装備ね、
ある程度というか本当最強装備整えることできるので、とりあえず蝶々のとこ行くか。うん、見かけるようになった。よし、まあちょっと一応話しかけとこうかな。そうか、よかったよかった。うん、冷静やねミレイユ。うん、うん、金受け取ったね。クソ、バレたか。ハッサン、てんてんてん。あれはちゃんと話しとったいな。クソ、バレちまったか。バレちゃしょうがない。よし、いいですね。とりあえず、ちょっと上行こうかな。ここが本当に一番最初にね、来たとこですね。はい、飛び込んでみます。そして、こっちに戻ってきてね、ルーラで、主人公の村ですね、最初のところです。戻ってきたよ。久しぶり。この村の皆を守ってくれ。兵士として。武器屋で、これ。これを買いたいんですよ。これ前の時は、まあなんか買えそうにないみたいな、ね、感じで言ってたんですが。はい、今もう一回落ちますね。その鎧が気に入ったのかい。そいつは精霊の鎧だ。ちょっと値が張るぜ。7000ゴールドになるが、うちの店で一番おすすめの品代を買うかい。買いましょう。じゃあ、このために、イベントやったんですよ。さっきのね。さあ、手に入れましたね。よしよしよし。これがね、ものすごい強いんですよ。ハッサン。はい、ステレコパンツはいらないですね。あ、で、金の指輪が余ってるので、金の指輪はね、まあ、ミレイユ、装備しますか。まあ、守備ね、上がりますし。そして、さあ、精霊の鎧来ました。こんな感じなんですよね。めちゃめちゃ強くないですか。まあ、主人公の方がいいかな、ここは。まあ、7000ゴールドですからね。まあ、ハッサンに装備しようかな。はい、これでとりあえず OK ですかね。主人公ね、守備力グッと上がりましたね。85まで来ました。ミレイユも高いですね。うん、とりあえずこれで OK かな。はい。じゃあもう一つの世界ね。次。まあ、次回ですね。次回、ストーリーの方を進めていきたいなと思います。まあ、今回は、イベントですね。まあ、ちょっと準備かな。寄り道ですね。寄り道会ですね。はい。今回ね、これで終わりたいなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。